横手山に設置された NTT 無線中継所、マイクロ波の運用が終了後空中線が撤去される。2017年に縦屋と鉄塔が撤去された2005年当時の美しが原 NTT 無線中継所、NTT ふつむき無線中継所 NTT 中継回線は日本電信電話公社から NTT となり、さらに NTT 分割後は NTT を起源として、 発足した会社等が所有、管理もしくは運用する映像、音声、データ伝送などのための電気通信用回線のことであるが、ここではそのうちのテレビ局とテレビ局の間を結ぶテレビ回線について述べる。NTT 中継回線はテレビ放送の普及に合わせて日本全国に拡大された。現在、地上回線と衛星回線等があり、主力は 地上回線である。この回線を用いて、テレビの全国ネットワークが構成されている。NTT 中継回線には、固定回線と臨時回線があり、固定回線は、いわゆる、ネット線であり、東京にある、テレビ局が、地方の系列局に番組を送る、下り線と、地方の系列局が、東京のキー局に、ニュース番組の素材や番組内容を送る、上り線がある。 臨時回線は地方局同士の番組素材伝送など必要に応じて使用されるものである。かつてその主幹部はマイクロ波を用いた無線中継伝送により日本列島を循環するように結ばれていたが地上デジタル放送などへの対応から地上回線についてはより回線容量の大きい光ファイバー伝送に移行された。日本でテレビ放送が始まった。 昭和28年には NHK が東京名古屋大阪間のマイクロ回線を建設して運用していたが翌年からは放送局間の映像伝送や市外電話の伝送に使うマイクロ回線は電電公社が建設運用することとなった。マイクロ波テレビ中継回線の運用開始当初は映像と音声を別々の回線で伝送していた。 マイクロ回線で伝送していたのは映像のみであった。音声はほとんどの地域で有線の中継線を使用し、一部地域で電話用マイクロ波回線を使用して地方の放送局へ伝送していた。当時の技術では映像と音声を同じマイクロ波に頂場した場合、映像の乱れが避けられなかった。昭和46年に映像と音声を同時に、 マイクロ波テレビ中継回線で伝送する形となった。昭和33年当時、マイクロ1回線あたりで、白黒テレビ映像1回線、または、市外電話回線最大480回線を伝送しており、光ファイバーが付設されるまでの間、マイクロ波通信回線は重要な役割を占めていた。当時はマイクロ波回線が少なく、東京札幌間は4回線。 東京大阪間は6回線、大阪鹿児島間は3回線にとどまっていた。昼間は電話回線として運用し、電話が少なくなる夜間はテレビ中継回線に切り替えて運用する回線もあった。地方に民放テレビ第2局が開局した昭和35年頃は NHK と地方で最初に開局した民放局が中継回線の本線で映像を受け、 2番目以降に、開局した民放局は、予備線で映像を受けていた。当時は、機器の信頼性が低く故障が頻発しており、マイクロ波電話回線や本線が故障した際は、予備線が当てられるため、予備線を後発局の映像伝送に使用できなくなり、後発局の放送中断が頻発していた。また、映像と音声を別の回線で伝送していたため、回線の故障により、 映像と異なる音声が伝送されたり、音声が伝送されないこともあった。黎明期は手動で回線を切り替えていたが、東京に民放キー局が4局開局した直後は、地方の民放局はまだ一つの放送エリアあたり1から2局にとどまり、クロスネットがほとんどで回線切り替え業務が複雑となっていた。切り替えミスや、 生放送の時間が予定より伸びたことによって番組や CM が最後まで流れなかったり最初が切れたりする放送事故が頻発し民放の場合は営業的な損失に直結するため昭和38年の電電テレビ中継センターの設置により切り替えが自動化された北海道内民放各局の道内改善は民放の全国ラインの完全デジタル化後も アナログ放送だけは引き続きマイクロ波を用いていたが、こちらも運用を終了した。マイクロ波は、その後、地上デジタル放送の道内主要地域、釧路にある中継局、いわゆる道内機関局の試験電波発射、放送開始をめどにデジタル回線に移行された。道内の民放各局による道内機関局へのデジタル回線は、NTT に代わって、 北海道電力系の通信会社である北海道総合通信網所有の光ファイバー回線が使用されており各局の本社が置かれている札幌から機関送信所のある旭川、函館、室蘭、帯広、網尻、釧路へ中継点を経由せず直接結ばれている。しかしテレビ北海道は長期不況で経営不振がなおも続いていることからどう。 東北の一部と同東全域においては、アナログ放送に続き、地上デジタル放送でも開局できない状態で、2011年7月24日の地デジ完全移行以後も、同央、東北のアナログ未開局中継局のデジタル新局開局に留まる予定となっていた。2010年、TEVH の送信書、中継局のうち、当初は地デジでもカバーされないとされていた。 同等機関局に関しては、同年11月26日に成立した2010年度補正予算から、総務省が所管する地域活性化枠に盛り込まれていた、後発民放局支援スキームを使って、地デジ完全移行直後に開局することが、12月21日に佐々木国家社長から発表され、24日に事業許可が下りた。2011年6月1日、 TVH が免許申請していた同等機関局に予備免許が交付され、同年8月から11月にかけて開局することになった。これにより、全道の機関局に関しては、TVH を含むすべてのテレビ局で整備が終了した。また、当初は TVH 以外の民放も含め、すでにアナログ中継局が開局している道内の他の地域でも、 現在の160曲強のうち100曲程度のデジタル中継局は2011年7月24日までの開局が困難な状況と見られていた。しかし2010年12月までに道内のすべての地域で中継局の設置が完了し残る地域もケーブルテレビやブロードバンド、キャップフィラーでカバーすることが決まったためこうした状況は解消された。かつて 民放各局の道内回線は NTT とフォトネットの2系統で敷かれており2004年以降全道で週夜放送を行うため2社の回線を相互に切り替えて運用されていたが2008年までにフォトネットへ一本化された余談だが NTT の全道ラインはマイクロ波を利用していたにもかかわらず全国ラインに比べ料金が非常に高かったそのため 道内民放テレビ各局のアナログ放送は、札幌県と札幌県以外で、サービス内容が異なるという、北海道以外の地域では全く考えられないような、特殊な問題点があった。テレビの音声多重放送集や放送、TVH の全道向けの放送その後、料金が割安であるホトネットの光回線に移行したため、上記3つの問題点は大幅に解消された。 特に札幌県以外のアナログ放送では一度も実施されないまま終了した民放各局の音声多重放送がデジタル放送では全道で受信できるようになりさらに同等で放送されていなかった TVH は総務省による後発民放局支援スキームを利用して2011年の地デジ完全移行後、帯広、北見、釧路の各送信所と 北見送信所を保管する新北見中継局がそれぞれ開局したことから受信環境が劇的に改善された。一方、NTT の全動ラインの場合、テストパターンが流れている間は電話で117番にかけなくても実質無料で時報を聞くことができた。現在、NTT 中継回線は秘匿性の高い光ファイバーで運用されており、簡単に傍受されることはないが、 かつてはその主幹部がマイクロ波による無線回線であり、一定の条件さえ揃えれば、容易に傍受できる問題があった。かつて、その具体的ルートについては、NTT の社内秘とされていたが、一部マニア向け雑誌に、そのルートが各中継地点とともに詳細に紹介され、加えて、その傍受方法まで紹介されたことから、傍受者が増加、関係者は、 対策の構築を迫られた。当初この回線は素人が簡単に傍受できるものではなかった。従来、運営事業者の課題は、テロ対策や回線ジャック等の破壊活動の防止であったが、衛星放送の実用化に伴い、一部の使用周波数が市販アナログ BS チューナーでも簡易的に受信可能となったため、むしろ通信内容の漏洩が問題となった。 皮肉なことに技術の進歩がこのシステムを脆弱化させてしまったのである。現在のようにデジタル化されるまでの間、漏洩は事実上黙認され放置された。なお、放送素材の転送は特定の相手方に対して行われる通信であり、広く公表される放送とは区別される。特に通信は電波法等によりその取り扱いについて厳しく制限され、 これを傍受した場合、その内容や存在についての守秘義務が課される。NTT 中継回線が意図的に受信された目的は、などであり、当初は一部マニアの密かな楽しみであったが、次第にエスカレートし、水面下でその通信内容などが流通、ついにはその内容を密か用した者の,の逮捕に至ることになった。アナログ伝送の時代は、 NTT マイクロ波中継回線を使って番組を送受信する際に若干の画質の劣化が生じていた。特に初局から遠ざければ遠い局ほどその差が出ていた。前述のように2006年6月5日からデジタル回線へ移行したことにより民放キー局の番組もこの現象がなくなった。現に NHK も過去にアナログ回線を使用中に 同じ現象が発生していたが、現在は光ファイバーによるデジタル回線に移行され、全国で同じ画質及び音声になっている。在京キー局同士が報道用の映像素材を交換するような用途では、本回線は使用されない。アナログ放送時代は、東京タワーの送信書に各局が個別に引いた中継回線の予備回線を利用し、タワー内で 映像信号を相互にやり取りすることで素材交換を行っていた。地上デジタル放送開始後は、ネクシオンが運営する映像交換システムをキー局が共同利用することで素材交換を行っており、素材提供側として共同通信者も参加している。なお、ラジオにおいてもテレビと同様に専用線による全国ネットがある。ただし民放ラジオの場合、 ISDN などの電話回線や、高回線を利用した、帯域保証型 IP 回線、VPN 回線を用いることが多い。NHK については、AM のラジオ第一ラジオ第二 f m 放送とも、期間の放送回線は、完全デジタル化され、ごく一部の地域を除き、全国一律で高音質な音声を全国に届けている。ありがとうございます。